海の川締め切りの跡地に立つ川又締め切り市の関碑と根川当選事業は、江戸時代初期に始められた、利根川の下流の付け替えに関わる河川改修を指す。利根川の大規模な河川改修の歴史は、徳川家康江戸入府後、徳川市によって始められ現代に至るとされるが、時代によって多種の意図の変遷があった。改修の目的は、 水上交通網の整備などの利水面が先んじてあり、その中心は赤堀川の改作である。元7年の新川通改作と赤堀川の改作開始から、上欧3年の赤堀川通水まで一連の工事が行われ、これにより分水嶺を超えて日立川へ十分な量の水が流され、太平洋へ注ぐ銚子川口までつながる安定した江戸の水運が成立した。 このため、江戸時代から大正時代までは、新川通の下流は、権限道側から江戸川を経て、東京湾へ至る流路と、赤堀川から日立川を経て、太平洋へ至る流路が存在していた。また、利根川の治水システムは、中条包みをそのようとしていたが、天明三年の浅間山大噴火後、この治水システムの機能維持のための河川改修が行われ、 江戸川への流量を減少させ赤堀川から日立川への流量を増加させた。明治時代に入り、足尾高毒事件の発生により、さらに上市方向への流量比を高める大規模改修が始まった。そして、明治43年の大水害で中城堤を用途した利根川の治水システムは、崩壊、洪水時下流への流量が増加したため江戸川への 流入制限が強化され、結果、当選が確定。昭和3年には、権ン堂川が廃され、江戸川、赤堀川から日立川への流路を本流とする、利根川の支流となった。これらにより、利根川本流は調子を通って、太平洋に注ぐことになり、関東平野の自然地理的状況は、人の手によって大きく変えられた。利根川は、現在の荒川の流路を通り、 東京湾に注いでいたが、およそ3000年前の縄文時代後期に途中の稼働を変え、現在の熊谷市、河野市付近から東へ向かい、分流しながら渡瀬川の流路地帯へ向かって流れるようになった。利根川は分合流の変化が激しく、渡瀬川にも合流した。江戸時代以前までは、利根川と渡瀬川とはほぼ平行して、南流し東京湾へ注ぎ、 加工も異なっていた。利根川本流は、一旦、貝の川及び浅間川の主要分流となり、加須市川口で合流後は、現在のこ根川、中川、隅田川の流路で、東京湾に注いだ。ただし、武蔵国北部では細かく乱流し、綾瀬川や荒川と舞い、分流していた。渡瀬川の下流部は、喜市栗橋付近は権ン道川、それより、 下流は、ふとひ川と呼ばれていた。徳川家康江戸入府後、利根川主要分流の稼働を付け替える工事が始まった。文禄三年に、海の川を締め切り、元那七,七年には、浅間川を、締め切り新川通りを改作し、利根川の中流を一本化し、加速式で渡瀬川に接続した。これにより、渡瀬川は、利根川の支流となり、権ン道川、ふとひ川は、 利根川の下流の位置づけとなった。またそれまでの利根川の下流は上流から切り離された形となりことネ川と呼ばれ、その河口は中川と呼ばれた。さらに、上皇3年に古賀市中田付近から分水嶺を超えた赤堀川を改作する工事を行いか取り会に通じる稼働を開いた。これにより、江戸時代から大正時代までは利根川の下流は 権ン堂道川から江戸川を経て、東京湾へ至る流路と、赤堀川から日立川を経て、太平洋へ至る流路が存在し、二つの流路は、逆さ川を介して、関宿でも繋がっていた。そして次第に日立川への流路の型に比重が移り、昭和3年に、権ン堂道川が廃され、赤堀川、日立川の流路のみ残り、江戸川はその支流となった。江戸時代以前の根川、 荒川、渡瀬川水系、利根川が東京湾に注いでいた。また荒川も現在より東側の水路を通っていた。利根川と荒川の合流地点や川筋はしばしば変化し、古くは荒川の流れが今の綾瀬川を通っていた時代もあった。三戸市にある稲中寺の銅像天章18年8月昨日、徳川家康は江戸城に入城した。 付近は荒川などの河川交通と東京湾の湾内交通の結節点としてある程度は栄えていた地であったともされるが、江戸という都市は成立していなかった。それから20年を経て、慶長14年に訪れたドンロドリゴのシルス、ところによれば、早くも江戸の人口は15万となり京都の半分くらいであったという。この発展を続ける江戸の町の消費需要を賄うためには、 利根川の水運をはじめとする物流路の整備が不可欠であった。家康は稲忠寺を関東軍隊に任じ、関東周辺の河川改修にあたらせた。ふと日川下流の行徳園田と隅田川を結ぶため、徳川家康江戸入府後の天正18年に、小名木川を、寛永6年に、新川を改作した。そして、忠春、忠勝と稲市三代により、 利根川の日立川河道への通水が行われた。当選事業の開始金制諸島の利根川の当選事業は、かつては、文禄3年に、信号で海の川を締め切った工事に始まったと言われていた。しかし、近年の研究では、締め切りは、忍ぶ量の水害対策であり、当選事業の始まりは、27年後の元な7年とされている。元那年。 浅間川の締め切りと、新川通の改作、及び、権元堂道川の拡幅が行われ、同時に赤堀川の掘削が始められた。利根川と渡瀬川が合流し、権元堂道川、太日川がその下流となった。なお太日川は、ほぼ現在の江戸川だが、全く同じではない。現在の江戸川の上流部は、寛永18年に改削した人工河川であり、下流部も、 人工河川と見る説もある。寛永六年、荒川の生鮮が行われた。熊谷宿下で荒川を、締め切りは大吉野川、市の川を経由し、入間川につけ、荒川の下流は隅田川となり、急流路は元荒川となった。同じく寛永六年、絹川を古海川と分離しいたといの大地を4キロメートルに渡って改作し、日立川に合流させ、 合流点を約3 0トル上流に移動した。翌寛永7年に、房・さ、深川間を改作し、日立川を南流させ、また都大、羽屋を改作し、古海川も南流させ日立川の狭作部のすぐ上流に合流点を付け替えた。新川通2の改作やゴン堂川の拡幅とともに、元那7年に掘削が始められた赤堀川は、 太平洋への分水嶺を超える水路を改作するものであり、その目的は、利根川の水を香取海へ注ぐ日立川へ流し、太平洋へ注ぐ長子川口までつながる水運を整備することだった。しかし、第一を掘削するために難工事となり、関永十二年の工事も含めて二度失敗している。上欧三年、三度目の赤堀川掘削工事により、 活水期も常時通水に成功。これにより、長子川口までつながる江戸の水運が成立した。この時の赤堀川の川幅は10件程度と狭く、利根川の洪水を流下させる機能はなかった。さらに、漢文5年、権限堂川、江戸川と赤堀川、日立川をつなぐ逆さ川を改作。これにより、長子から日立川を遡って、関宿に至り、 逆さ川から江戸川を降り進化は、同じ川を通って江戸を結ぶ、用水路開発が加速した。しかし、強引な水路の変更は、様々な問題を引き起こした。水量の増大は皮肉にも、利根川の土砂堆積による浅瀬の形成を促し、水量の少ない時期には、船の通行を困難にした。特に関宿からの旧日立川では、相馬郡小堀村、 江戸川では松戸までの区間は浅瀬の被害が深刻で、この両区間では、橋家下線と呼ばれる小型線が、積み荷の一部を分散して、次線の喫水を小さくすることで浅瀬との衝突を避けた。これにより、小堀、松戸の両河岸には、橋家下線の貸し問屋が栄えた。天明3年7月8日に、浅間山が大噴火し、火災流と火災で流。 および安ず川と利根川の洪水が発生し、死者千人町の大災害が起きた。川床は上昇し、中条堤を中心とした治水システムは機能しなくなり、当時の土木技術では大規模な春節する抜本的な対策を取ることはできなかったため、江戸幕府は当面の対策として、坂巻、瀬戸井強作部下流右岸の堤防を徹底強化し、赤堀川を拡幅。 江戸川の流頭に棒出しと呼ばれる特定を設け、18件を限度に川幅を狭め流入量の制限を行った。川幅を狭めた分流速が増し船の航行には不便になるが、洪水の流入を抑えるとともに土砂流入を防ぎ浅瀬の形成を防止し、周運機能はせめて確保したいという苦肉の策であった。これにより行き場を失った水は、 逆さ川から調子方面へ溢れ出し、現在の都根川下流域の水害を深刻化させることとなった。また、浅瀬の被害は深刻化し、橋下下線を用いても通行が困難になる場合もあった。パナマ運河工事の土量を超える大規模な春雪が実施され、浅間山大噴火の影響が都根川全域から取り除かれたのは、戦後も高度成長期以降のことである。 現在の利根川、荒川、渡らせ水系。明治以降、水系の整備が物流から治水に切り替わり洪水対策が最重要になった。カスリン台風による利根川決壊後の浸水拡大図。東京都の荒川伊東三区、足立区、葛飾区、江戸川区まで落流が押し寄せた。明治初期に至るまで利根川の本流は確定していなかったという。 調子方面から日立川を遡り江戸川を下る内川江戸周りの水運は鉄道網が整備される以前の重要な物流路であり、どちらの流路についても十分な水量を確保しなければ、ならず一方を本流とするわけにはいかなかったことと、洪水の際にはなだらかな調子方面に水を流すよりも、元々の流路に近く、勾配もきつい江戸川方面に水を流す方が、 理にかなっていたからである。しかし、明治10年頃から渡瀬川流域において、アシュ鉱毒事件が発生することで状況が変化する。鉱毒事件は、被害農民と警官隊による衝突や田中、肖像による、明治天皇への直訴などの激しい抗議行動によって、大きな社会問題となった。一方、政府としては、日清戦争、 日露戦争の最中であり、銅の産出を止めることはできず、なおかつ、江戸川を経由した人口密集地でもある東京や江戸川加工業特の塩田への被害拡大は避けねばならなかった。そのため、明治31年には、天明の浅間山大噴火後に設けた棒出しの幅を、わずか9軒にまで狭め、江戸川への流入制限を強化して、 調子方面へと水を流す方針が固まったとされる。また、その頃、利根川下流の両岸は千葉県、香取郡であったが、当時の千葉県の財政基盤は弱く利根川の治水事業に予算が避けなかった。そのために利根川の洪水が頻発してその水が当時、直接利根川に面していなかった茨城県、稲敷郡東部地域にも被害を及ぼした。 そこで、明治18年に茨城県の政治家と千葉県でも、利根川の恩恵を受けられない、房総半島南部の政治家の間で、茨城県の治水事業への財政負担と引き換えに、利根川や北の香取郡を、茨城県側に上とするという計画が立てられた。これには、大須賀洋之助や地元住民が激しい抵抗を続けたが、明治32年に、 香取郡北部の稲敷郡編入が行われて、国と千葉、茨城両県による改修工事計画が検討され、着手された。だが、明治維新以降、近代的なインフラ整備が進むにつれ、従来の氾濫を前提とした治水は成り立たなく、なっていた。明治43年の関東大水害の後中城、包みを用とした、それまでの治水システムは、破綻、すでに着手していた。 改修工事の改定が迫られることになり、計画洪水流量の見直しや江戸川への分、流量の増加など、大きな変更を生んだ。そして江戸川へは棒出しによって、流入制限されたため、実際には、調子方面へ溢れ出し結果、当選が確定、対象15年には、権ンゲ道川が締め切られる。その後は、利根川下流の水害激化に対応するため、計画上は、 江戸川への分配率が引き上げられているが、実際には、江戸川分配店の利根川本流側には石や水門のような構造物が何ら作られてこなかったため、結果として洪水地の江戸川の分配率は計画の40%に対し20%程度に過ぎない。利根川地水の暗目の一つが、江戸川への分配量の問題であるが、 その分配量を一方的に決めるとともに決められた分配率が実現されていない。1947年9月、利根川流域をカスリーン台風が襲った。過去に例を見ない記録的な豪雨は、戦前、戦中の乱発による三輪荒廃と相まって、利根川流域に致命的な被害を与え、現在の埼玉県加須市、旧大利町付近で堤防が決壊し濁流は、 埼玉県のみならず、東京都足立区、葛飾区、江戸川区にまで達し、唐津川流域、渡瀬川流域はほぼ全域が浸水し、利根川中流部はまたもや一面異なった。死者、行方不明者は利根川流域だけで1100名が死亡している。1987年に建設省が対策事業として高規格堤防の建設を始め、 利根川を含む後水計6河川区間約 873km の整備を対象とした。第1号として、利根川沿いの千葉県栄江町矢口スーパー堤防が完成した。さらに2004年度より本格的に首都圏氾濫区域堤防強化対策事業が進められた。カスリーン台風による甚大な被害に遭った地域の対策を優先して進めたため、当時は 利根川下流域の対策が後回しにされているという指摘もあったが、利根川下流域には田中調節地、稲戸井調節地など大規模な調節地が整備されている。利根川流域は大きな台風のたびに浸水被害を繰り返すなど、水害との戦いを続けている地域であり、2013年の平成25年台風第26号では、 埼玉県東部の5600戸以上が浸水被害を受け、同様の被害が今後東京都でも起こる可能性が指摘され、内閣府中央防災会議が発表した資料によれば、カスリン台風と同規模の洪水が発生した場合、死者最大3800人、離災者数160万人に上ると推測している。東北太平洋岸の海運に合わせと根川の 水運を使う内川江戸回り航路は、大正七江戸と北、関東や東北とを結ぶ、物流路として発展し、鉄道網が整備される、明治前半まで流通の幹線として機能し続けた。漢文十一年に江戸幕府の命を受けた川村水県が、東北諸藩の領内の三枚を、伊豆半島の下田から直接江戸に運ぶことに成功し、外海江戸回りのあずめぐる海運が、 飛躍的に発達したとされるが、実際には、東回り航路は、危険な犬ぬ崎沖の通過に加え、房総半島を迂回する必要があり、順風が得られない限り、東京湾への出入りができない航路であり、利根川の水運は依然として重要であった。旧渡良瀬川、旧絹川、旧古海川の下流域は、縄文海新時には海であったが、以後の河川の堆積作用によって、 湿地帯が形成されており、地水も兼ねた、当事業によって、これらの湿地帯がヘリシンタが開拓されたとする主張も、あるが、米を主食とする日本において、神殿開発は絶えず、行われており、例えばカトリ海沿岸には、古くからソーマミクリアやタチバナソウなどの荘園を、はじめとする多くの工作地があり、当選事業によって水害が頻発、甚大な被害を被るようになったという、 歴史的事実は無視できない。天明三年浅間山大噴火後の中条包みの機能維持のための対策や明治期の足を高毒事件などを契機に手賀沼や陰馬沼、霞ヶ浦などを含む旧カトリカイ沿岸では排水不良によって洪水の激化を招くこととなった。その一方で水量の少ない時期には旧日立川や江戸川上流域に出現した浅瀬が 高瀬船などの通行を妨げる事態が発生し、その傾向は、浅間山大噴海後申告になった。このことが、周運機能は確保した上で、治水対策を強化していく事情へと、つながり、もともと海の干潟やと根川下流の低出地帯であった、首都を水害から守るため行われた、大規模な対策事業は、海水の遡上を容易にし、現在の下流部では、塩害が激化。 トネ川川口関が建設されるなどの対策が講じられている。ありがとうございます。